気をつけなさい。お金貯まった。オイラお金使うの慣れてない。こう気をつけなさい。俺たちと出会ったのか。出会って当然だ。弱そうなやつだな。あれ、さっきだ。急いで貴様。愛したの変な人だ。さっきだ。お金いっぱい。敵たくさん倒した証拠。よし。相手が悪かった。オイラ、レベルアップした。戦闘開始。さっきだ。注意ずつ。やった。当然の勝利。次の目的地に急ごう。なぜ負けると分かっている。俺たちに入れたくない。注意です。相手が悪かったね。お金貯まった。嬉しい。相手が悪かった。まだまだ。さらに戦いのコツをつかんだぜ。お金貯まった。オイラお金使うの慣れてない。彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。いらっしゃいませ。だぎゃ、何が欲しいだぎゃ。気に入った。いい仕事してるでし。使わせてもらう。また来いだぎゃ。いらっしゃいませ。だぎゃ、何が欲しいだぎゃ。ありがとうだぎゃ。それはいい。ありがとうだぎゃ。また来いだぎゃ。いらっしゃいませ。だぎゃ、何が欲しいだぎゃ。早く使いたい。ワクワクです。目利きには自信あるんだぜ。また来いだぎゃ。主じゃんに会えば解決ですね。うん、
岸辺の洞窟急ぐ。ついでに魚取って食う。オイラやる。この調子で行こう。戦闘開始だ。強力よ。今の戦いオイラだけでも十分だった。これが参りだ。背中は任せたぞ。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。この洞窟に海の主がいるはずだ。火山が大きくドッカンスの前に見つけるでち。シャルロットはこんなところで死にたくないでち。シャルロットに任せるでち。どうだ、おいらレベルアップした。次の目的地に急ごう。力が湧いてきたぜ。これがオイラたちの実力。次の目的地に急ごう。
な。この調子で行こう。忘れないようにしよう。海の主ってくらいだから水場にいるとは思うんだが。おい、おっさん誰？私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。黒の貴公子？誰でちかその人。シャルロットはそんな人知りまちゃんね。お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。海の主、可愛かった。可愛かったでちか？ケビンの美的感覚はおかしいでち。そうか？そうでち。シャルロットの方がよっぽど可愛いでちよ。Thank you.
地に戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよ。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。やつが助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも、砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。